やあ。こんにちは、こんばんは。ヨッスイです。今回は、ブレンダー 3.5.0 から利用可能になった VDM ブラシの作り方をご紹介します。VDM って何？という疑問をお持ちの方もいると思うので、簡単に説明すると、VDM とはベクターディスプレイスメントマップスの略で、画像の RGB データを変異ベクトルに変換して利用することで、スカルプトモードのブラシに立体的なパーツが利用できるようになるというものです。今までのスカルプトだと、例えば、Photoshop でこんな感じの装飾を描いて、レイヤー効果でマスク画像を作成して、ブラシのテクスチャーに設定すると、こんな感じでスカルプトできていました。今回追加になった VDM のテクスチャーを設定すると、こんな感じでオーバーハングした形状もスカルプトできます。いろいろ作りためたら便利になりそうな機能ですね。それでは実際に作ってみましょう。まずブレンダーのホームページでデモファイルをダウンロードしておきます。トップページにある What's New をクリックして、ブレンダー 3.5 のリリースノートのページに行きます。下の方に VDM の紹介ムービーがあるので、そこにあるダウンロードデモファイルを選択します。新しいページになるので、 Enjoy の下にある VDM ブラシデモ ZIP をクリックして ZIP ファイルをダウンロードします。まずはアドオンを追加しておきます。プリファレンスのアドオンからインストールをクリックして、デモファイルの中にある VDM クリエイティングブラシーズフォルダ内のアドオン VDM ブラシベイカー ZIP を選択してインストールします。追加されたアドオンにチェックを入れて有効にします。 N キーでサイドバーを出して、その中にあるツールタブに VDM ブラシベイカーというのがあるので、それを選択します。クリエイトスカルプティングプレーンというボタンを押すと平面ができてスカルプトモードになります。簡単に牙っぽいものをスカルプトしてみます。大体できたらレンダー&クリエイト VDM ブラシボタンを押します。そうすると VDM のテクスチャーが割り当てられたブラシができます。適当にスカルプトしてみるとちゃんとできてますね。スカルプトが得意な方はこの方法が素早くできて一番いいのではないかなと思います。次に平面からモデリングをして、それを VDM にしてみます。平面を追加して細分化をします。同じように牙っぽいものを作ってみます。サブディビジョンサーフェスモディファイアを追加して、さらにモデリングしていきます。注意点としては、面を複製して切り離したり、別のオブジェから合成したりするのは NG です。これは平面の UV が重要なためです。大体できたら、サブディビジョンサーフェスモディファイアを適用します。その後、レンダー&クリエイト VDM ブラシボタンを押します。
そうするとブラシが作成されます。この方法は簡単な形状が向いてるかなと思います。次が最後の方法ですが、こちらはすでにモデリングしてあるものなんかを VDM にする方法になります。ただちょっと面倒なのと、ものによってはうまくいかないこともあります。とりあえずは先ほどと同じような形状を円柱から作ります。形状ができたら平面を追加します。平面は下に押し出して厚みをつけます。そしてその2つのオブジェをコントロール J で結合します。次にリメッシュモディファイアを追加します。ボクセルを選択してボクセルサイズを調整します。あまり細かくすると PC が重くなるのでほどほどにしましょう。そして編集モードに切り替えて平面の部分でいらないところを削除していきます。必要な部分から少し離れたところをループ選択で選択して削除していきます。平面部分は正方形になるようにします。そして平面の外周を選択して UV を展開していきます。点キー7を押して上面からのビューに変更してから UV のビューから投影バウンドを選択します。そうすると外周だけが UV 展開されるので、そのまま右クリックからピン止めします。その後メッシュを全部選択して UV の展開を選択します。こうすることで正方形の UV の中に作成したオブジェの UV が切れ目なく展開されます。この状態でスカルプトモードに切り替えてレンダー&クリエイト VDM ブラシボタンを押します。これで VDM ブラシができます。ボックスを作成して試してみます。下の方はちゃんとできていますが、尖った部分は形状が崩れていますね。この原因は UV にあります。 UV をよく見てみると先端部分の UV は非常に小さくなっており、この小さい範囲の情報しかないために形状がちゃんと作られていないということになります。解決方法としてはスカルプトするオブジェの割を増やすという方法がありますが、これは現状問題なく作成できている下の方の割も増えてしまうので非常に処理が重くなります。残りの解決方法としては UV を調整するという方法になります。真ん中部分を選択してスケールをかける際にプロポーショナル編集をオンにして調整します。その後でリラックスを使ってさらに調整します。この状態で再度レンダー&クリエイト VDM ブラシボタンを押してブラシを更新します。先ほどよりは尖った形状になっていると思います。さらに調整する場合は一度平面を新規に作成して UV が綺麗で頂点が少ない状態のものにマルチレゾリューションモディファイアを追加して細分化レベルを高めにして一回スカルプトします。形状を少し整えて UV を見てみます。少ない頂点で均一に正方形になっているので真ん中部分を広くしやすいですね。適当に調整してブラシを更新してスカルプトしてみると先まで綺麗にできています。この方法はすでにモデルがあるものを VDM にするときに使えるので
覚えておいて損はないかなと思います。しかし綺麗に VDM 化するのはちょっと調整が大変です。今回のような真ん中が尖ってるものだと真ん中の UV が小さくなるのですが、あまり高さがないようなものだと比較的楽に調整できるかなという感じです。試しに以前キャラモデリング動画で作成した耳を VDM にしてみましたが、 UV の調整はそこまで時間はかかりませんでした。鼻とか目も複数作ってしまえばキャラの顔も簡単にできるかもしれませんね。その後リトポする必要がありますが、とりあえず形状を作るということに関してはかなりの時短になるんじゃないかなと思います。今回は以上となります。新しい機能を使うのは試行錯誤が必要ですが、調べながら作っていくのはなかなかに楽しいですね。皆さんもぜひ一度試してみてください。それではこの辺で、チャンネル登録よろしくお願いいたします。いいと思ったらグッドボタンもよろしくです。それではまた。